天正15年、秀吉の島津攻撃に従って九州に出陣。今の福岡県田川郡にあった岩石城を攻めた時である。敵の抵抗が激しく攻めあぐんだ時、彼はその先頭に立って突っ込み、陥落させている。その蒲生氏郷の言霊がこちら。師匠として戦場で部下を使うには、ただ、かかれ、かかれと指揮していても、部下は動かないものだ。進ませたいと思うところに、まず首相自ら進んで、ここに来いと言えば、首相を見する者はいない。自分は後方にいて、部下だけ動かそうとしても、動くはずはない。